いやつだ。いた。そう、待てよ。それに待て。許してくれよ、少しくらい。
で敵と行きつけるぞ。くっそ、オープが死んだなんて信じられねえ。なんて街なんだ。やつを知ってたのか。とにかく面倒なことになったな。通りにかかる橋を渡ってセンチュリオンプラザへ向かう。パトカーが迫ってる。あまり時間はないぞ。おい、おい、うわぁ、騙された。最新のニュースです。弁護士で市長候補のロバート・トーフ氏がウエスターランドの死亡しているような発見されました。パトカーが迫ってる。あまり時間はないぞ。これ取れない。どうすんの。これ飛べってか。無理だろ。いけ。いや、無理だって。いけ。ポリスだ。あれは、あの距離無理だろ。最新のニュースです。弁護士で市長候補のロバート・ポーフ氏がウエストランドに。パトカーが迫ってる。あまり時間はないぞ。はあ？あ、分かった。そう。
くよ。どうなってるのマーク。誰かに都合の悪い何かがある。よくわからんが奴らは本気だ。おいセレステ。まだつかないの。大丈夫、警官はドジばかりよ。でもちょっと様子が変ね。無線はポープ殺しの話ばかりで、そこら中警官だらけ。どうしたのかしら。勤務の査定でもあるの。気をつけて寄せる。それにしても変ね。お嬢ちゃんは殺人現場から証拠を持ち出して町中の警官に追われているのさ。それが持ち出した証拠。ええ、日記の一部だと思う。他は消えていた。気になるのはイカロスって部分。すごく高いところってことかしら。イカロス？ギリシャ人だっけ。そうだ、ロウと羽で空に舞い上がったが、太陽に近づきすぎたために。翼はなくなり、真っ逆さまさ。フェイス、情報があればすぐに伝える。はいはい。やつはもうランナーじゃない。だが腐れ縁は切れそうもないが。そうかしら。誰。ジャックナイフよ。ジャックナイフの居場所はストームドレインの近く。古いランナーの訓練場の屋上だ。警官がうじゃうじゃいるな。よし、これ、あれ。とりあえず用水路伝いにハンポンタウン地区へ向かえ。よし、じゃあここで一旦切ります。